ゼルダの伝説スカイウォードソード HD 女神のサイレンを攻略していきましょう。いよいよ最後のサイレンです。頑張ってください。もうこれさえクリアして空の塔をクリアすれば、あとはもう本当に終盤に入ります。頑張ってください。いや佳境かな、まあどうでもいいかそんなことは。じゃあやっていきます。まず相変わらずね、こんな感じでスカイロフトの中にいろいろあるんですよね。どうしても無理な人はここスクショしといて頑張ってください。はい、じゃあやっていきます。私のやり方としては相変わらずこういう感じにね、一回集めたらこういう感じにマップに表示されるので、のろしを立てる、そういう作戦でやっていきます。じゃあやっていきましょう。集合者たちが目覚めますが、とりあえず近くに配置されているので大丈夫です。で取っていきましょう。いやーここね、ほんとディンのサイレンに比べたらちょっとまあ一番難易度高いんじゃないかな、ここが正直個人的にね。ほんといろいろね、うざいところに配置されたりしてるので本当に厄介です。よいしょっと。であとあっちかな、こことここを外して、うん、じゃあ今度こうこうできたいね。よし、でこっちに行って、まずは右の方から取った方がいいかな。ここ行ったら、ああまあ取らなくてもよかったんだけど、とりあえずのろしというか立つやつですね、雫の。でこっちに行って、ここにあるのを取ってきます。でここね、散策型なのでね、そこまで警戒せずね行けますんで大丈夫です。でここを取っていきましょう。よし、まず5個ゲット。続いてどこ行こうかな、じゃあこことここと、ここに行こうかな。はい、あれーしまった。まあでもいいです、大丈夫、90秒も余裕があるので安心してください。落ちても大丈夫です、焦らず、とにかく焦らないこと、とにかく冷静でいることです。焦ったらね、そこでね操作ミスとか出ますのでね、安心してください。でそうだな、ここを登っていくか。ここ登っていきます。ジャンプで、こっちに登っていきましょう。とにかくね、諦めないで、本当まあここまで頑張ってきた人はとりあえず諦めないで頑張ってきた人なのでね、本当にその勇気とね、うん、力と知恵は称賛します。でここはちょっと端っこから行ってこう取っていきましょう。でここね、難しいですよね。まず行って押すじゃないですか、2回押して、で戻る、で1、2、3で押しちゃえば5回ですね、5回押せばこういう感じにジャンプでいけるのでこれでいいです。でここの下だっけ、下にあるのかな多分、あここにありましたね。よし、 OKOK。 で今度下にあるんですよね、ここに、ここにあるので気をつけましょう。でここはこっから飛び降りた方が早いかな、うん。でここね、あいつがいるからちょっと厄介なんだよな、ちょっと様子を見ながら行った方がいいですね。あーこっちまで来るんだ、あ今だ、危ねえ危ねえ、今の危なかったですね、失礼失礼。でここはね、ちょっとカメラ調査しながら、調整しながら Z 注目してください、 ZL 注目で乗ったら ZL 注目でいきましょう。ここね、 ZL で注目しとけばね落ちないので、こういう感じにカニ歩きすればね、それでいいです。で行ったかな、行ったと思ったらこっちに行きましょう。でのろし外しとくか、取ったやつは。あとどこだろうな、あこことこことこことここか、じゃあここ取っていきましょうか。残すところあと5つになりましたね、これで。でここの発見、もうここがめんどくさいんだよな、墓のところが。まあいいでしょう。でここはね、ジャンプしてきます。勝手にねダッシュしなくてもね飛んでいくので、オートジャンプという機能でこれでいいんです。はい、でこっち行きましょうか。残すところあと4つ、4つになりましたね。であれはね追尾型なのでね、こういう感じに近づくと追ってきます。でこのね外の光から出れば送ってこなくなるんでね、これでいいです。でここは散策型なので注意しましょう。でここからこっち行った方がいいかな、はい、しだれがあるんで注意しましょうね。で1、2、3と残すところあと3つですね。2つ、うーん、厄介なとこにあるんだよな。まず1つ目がここ、ここが厄介です。カゴメカゴメしてるんですよ、いい加減にしてほしいですよね本当。まあまあまあ、これで開いたら
行けるのでまあいいですけど、ほんと厄介です。さすが最後のサイレンというだけあってね、難易度高いですね。ちょっと闇の勾玉に関しては今回ちょっと取れないので、まあ普通に買えるところもありますしね。でここに取っていきましょう。でここしられ発生するのでね、しられがなくなったらすかさず行きましょう。でラストあと一つになりましたね。でしられがなくなるのを待ってここでダッシュしていきます。で左ここね、散策型と追尾型の超両方兼ね備えたやつがいるんだよね。でこの光から出れば追いかけてこなくなるので OK です。じゃあ最後の1個いただきましょう。はい、聖なる雫が集まり心が成長しました。はい、気を引き締めていきましょうね。何度もまあ諦めないでいけばね。あー、闇の勾玉だ。おーっとっと、危ねえ危ねえ、うん、闇の勾玉も取ってきたかったんですがね、ちょっとここじゃ難易度高いのでね、やめておきましょう。まあ、ここまで来てるのであれば、おそらく雷竜様の試練でサイレンできると思うので、フルのサイレンでね、まあ、時間経過とかそんな気にせず、のんびりね、集めていけばいいです。で、とりあえずどうなる？これ、よかったよな、ここで。ここでいいかな。どこまで行く？こいつ。あ、よかったよかった。思ったよりも遠くまで行ってくれましたね。よかったです。じゃあ戻りましょうか。全部取ったらね、とりあえずもう、あれなくなるので、減るのが、花のやつがね、90秒間とか、そういう制限なくなるので、まあ、闇の勾玉集めたい人は無理して、まあ、集めてもいいんじゃないかな。うん、とりあえず私はフロのサイレンで集めた方がいいと思います。はい、てな感じで、女神のサイレンは、クリアです。じゃあ、いただきましょう。試練の刻印を手に入れた。トライフォースが隠された場所へと勇者を導くための刻印。大丈夫。この刻印のね、使い方はね、まあ、自分で見つけてもらいたいよな。でもまあ、ヒントだけ言っておきましょう。必ずスカイロフトの中にあります。はい。すべて乗り越えたよ、ファイ。ついで存在するもの。この島のどっかにあるのがあるんですよね。そうです。はい、差し出すことを推奨してくださいということでね。はい、サイレン編はこれで終了したいと思います。とにかくこのスカイロフトにさっきの刻印を使う場所があるので、自力で頑張って見つけてください。以上です。お疲れ様でした。